今回は、こいつ呪霊カーマない説に対する読者の反応を紹介していきます。スレ見に来たみんな。わかってるよ。ガハガバな説だって、そんなことあるわけないって。でもよ、俺信じられねえよ。リコちゃんがあんな役わからん性能してる黒マッチョに脳天ぶち抜かれてた日ぬなんて。だから頼む、アニメ勢の俺にせめて今だけは現実逃避させてくれ。お、そうかそうかもな。漫画で見るこいつの末路を思い浮かべながら。そうか。ところで原作のこいつがどうなるか知ってるのか？心優しい穏やかなムキムキ呪霊やね。このスレでリコちゃん扱いされてたの思い出した。なんかひらひらが帽子みたいだな。やめろ。人の心とかないんか？当時に2回も殺されるんだがよろしいか？頭を狙われて。まあ漫画でこいつがどういう払われ方をしたかを考えると信憑性が上がる説なんだよなこれ。スレが甘ない説は秘術師のために身を捧げようとしたのに死後秘術師食ってる尊厳破壊なんだよな。呪力なしに銃殺されたから呪霊化した説好き。生前猿の悪意に食い物にされたから言い分やぞ。花見に抱いてたし、無意識に黒井さんを重ね合わせてたのかな。まあその花見もサトルにぶち殺されるんですけどね。ゲラゲラ。水族館好きだったね。海は思い出深いね。もしそうだったとしたら単眼猫が痛い気な症状同じクズが2回殺すだなんてイベントを誰にも言わずに自分だけで消化しようとしていた少なレベルのクズになっちゃうよ。似てる？別にそうとは思ってなかったのにそうかも、って思えてきたからやめろ。また会えるよねって声にならない声リコちゃんは下等に再会できてよかったね。鼻で笑ってたのにこのレスで真顔になったんだが、ひで、似てる。本人に聞いてみたくはある。地味に条件は整ってるんだよな。自我はなくして他の要素と融合して呪霊化した？マヒトの末路が自分はやっていたように捕食される上後の末路が孫の体を乗った何かに殺される花見の末路が尊敬する先輩に殺されるダコンの末路が同じような殺され方をする。人の心とかないんか？マヒトだけは自業自得だろうがよ。ぶっちゃけリコちゃんもダコンも今後本編で出番も追加情報も来ることはないだろうし、この辺は妄想し放題だよな。次の渋谷アニメでまた違った味わい方ができるかもしれない。海辺にいた時の帽子に似てる幻覚が浮かんできた。頭をぐしゃぐしゃにされたから知性や記憶がないまま赤ちゃんからやり直した説はよく見た。幻から呪霊になると摩耗するし、青少体の呪霊なんて上ネタを賢弱が放任するかとも思うが、やるだけやって放置とか結構するタイプなんだよなあいつ。まさか1期18話の見る特級呪物は伏線だった。クソ図とか見るに反放置してくるしね。待ってくれ、なんか制服がそれに見えてきたかぶり物に。天聖リコ殺しは伏黒親子の共同作業か。胸が焼けて熱くなるな。甘内の心象風景というか聖徳領域は海なんだよね。深海の領域よりワイワイしてた海辺の思い出が聖徳領域になったか。沖縄が楽しかったからあの領域なんだよね。曰くがバガバなのに共通項が見えてくると辛くなる。女の制服を着てるのはそういうこと。ダコンの領域展開津波じゃなくて魚かよとよく突っ込まれてたが、まさか海生生物への思い入れが術式に反映されてたとはね。呪霊な親みたいにさらに進化して元の甘内の肉体になる可能性もあったのかもしれないかもしれないかもしれない。悪落ち幼児対抗リコちゃんと思うと一気にダゴン可愛く思えてきたな。自然呪霊サークルは呪われた家族と言われていた家族を欲していた甘内運。本編で九死に一生を得たとしてそうなったら読者はどんな反応になるんだろうな。味方化するか敵のまんまかで変わりそうだけど。ダゴンちゃんは元から可愛いだろ。呪霊な親みたいに死んだら泣く、自信はあるお兄ちゃんみたいに味方サイドに来てくれたら叫ぶ。死滅回遊泳者呪霊やまないリコ。でも最終的には逃げようとしましたね。死の直前のみんなともっと一緒にいたいって未練から呪霊化したんだよね。だからアニメジジイに私たちには名前があるのだ。って短歌切るくらいには仲間思いなんだよね。だから開き直って呪霊として生きようとした。全員がパパブロを産んだからある意味元凶の一つなんだよな。花見が殺されて完全に人類の敵になってしまいましたね。悲しいなぁ。あそこで殺される寸前に人間体に戻ったとしてやってたこと思い出して死にたくならない？大丈夫？そういやだ、今が戦った敵は一人除いてみんな全員だね。パパブロ含めて。領域内なので七海以外、もしかしたら七海も誰だ？となる場という五条封印にも参加しなかったし。
打魂戦は7位以外全員でアウェイ感すごかったけど、あまないイコール打魂と仮定するとある意味一番因縁あるよね。渋谷時点の交戦で、生前のあまないと間接的にせよ接点あったの7人だけだし、58封印中。家入り学長維持地もいたけどほぼゼロに等しかったね。最高の聖章体が呪霊として最短したとかどんな強さになるんだろうね。文字の線どうやったんだ。これあまないだとしたらマジであまないにとってパパは薬病が見すぎる。理屈としては割と納得できるのがひどい。マスコット的な可愛さと怪しい可愛さというか、ダボンは宝袋イメージらしいですね。私が負けるのか、呪力のない人間に。二度目の敗北。ダコン一撃頭にぶっ刺された後まだ終わって言いかけてるんだよね。そこをドチュドチュされて完全に死んだわけで、これがまだ終わだったら意味深だったのに残念。どんどん共通点見つけてくるのやめてよ。生地ダボンの出番と情報量が少ないばかりにいくらでもこじつけられるという。リコとダコンの末路を考えてたら、真人から逃れた結果真人にやられた七海を思い出してしまった。逃れられない運命ってあるんだなぁ。領域の内容が海洋生物が無限湧きするのどかなビーチなのが正体リコちゃんだとすると、あまりにもお辛い聖徳領域は心の半ばイスクナなんだから、あの思い出がへっしょされてもまだ忘れない、忘れられないほど心に焼き付いてたんだなって。術式対象にできないパパグロには相性ガンフリなのもそれっぽい気がしてきた。甘酸っぱい思い出の破壊者パパグロ、髪の毛が触手みたいになって腰から小さな翼が生えてるようないい感じに可愛いデザインになったらいいが、多分そんなうまくはいかない。痛い気な女の子が死後ムキムキマッチョのタコの化け物になり果てるってなかなかひどい話ではあるけど、弾丸猫なら全然やりそうな展開なのが、純平と直屋の方を見ながら、直屋だって上半身だけとはいえ生前の姿になったんだから、リコちゃんにもチャンスはあるはずだ。 GAMTZ の半魚人みたいになりそう。真人役五条に抱いてたのもまたなんか、うん。CV 一緒になったら笑っちゃう。軽薄で強くて頼れる仲間か、下等中身違うの側で感染してたね。ゼフィロス最終形態みたいになりそう。うわ、納得しちゃった。ダコン浜田声優わからんけど、一気で出たのロイハラ形態の声は女性声優っぽかった。ワンチャンマッチョ形態も花見みたいに女性になるかもしれん。直屋が実例として強すぎる。同一声優なら祭りじゃ。原作の世界観考えるとあながち妄想と言い切れないのがほんまおぞましい。オクトラに呪いの末路思い出したわ。味方化するならそれはそれで美味しいと思います。むしろ死後に暴力の象徴のパパグロ的なムキムキマッチョになったのは自然か。もう一年経ってるのか、時が経つのは早い。あからめた顔また見せてってそういうことだったの。嘘だろ、気軽に開いたこんなスレで納得しそうになってる俺がいる。今回の水族館のシーンがもう何かのフラグにしか見えなくなったし、ルイルイ遊軍じゃん。事故で頭を引き潰されたリカちゃんも、人間時より言動や性格がかなり幼くなってるよね。どんどん繋がっていく。過去編で誰かがたこ焼き食べてたなって思い出して見返したらリコちゃんじゃなくてパパグロだった。これでリコちゃんだったらどうしようと思ってたからちょっと安心。ダコンはタコっぽいから繋がるかな、繋がらなかった、って意味？いや繋がってね、パパグロにぶっ刺された的な意味で。割り箸が行くもの暗喩なんだよね、大嘘。もうやだ。最初そんなバカな打ってみてたのにだんだん真顔になってきた。アマナイの名字の由来はアイヌ語で穀物を意味するアマム。ナイであるという説がある。そしてダコンの元ネタであろう神様？のダボンの名前の由来は穀物を意味するドン説が有力。